じちょっとレイたちにはこの番組早すぎたかもね。まあまあ不良ってなーに？神なの？一つ言えるのは絶対神じゃないわよ。不良の説明か。ちょっとレイたちにはあんまり言いたくないな。まああれよ、授業中とか居眠りしちゃうの悪い子でしょ。じゃあパパって不良？いつも寝てる。まあパパは昔ちょっと不良だったかも。でもなんでだろうね、若い時ってなんか不良の人がかっこよく見えるのよね。ママもパパがやんちゃしてた時になぜかわからないけどちょっと好きになってたんだよね。そうなんだ、不良ってかっこいいね。神じゃん。かっこいいイコール神じゃないわよメイ。はあ、やっぱ寝てた。ねえねえ、パパって不良だったの？え、そうだな、パパはまあちょっとした有名な不良だったかな。その不良時代の学生の名残で今でもこうやって金髪ヘアを貫いてるからな。どうだ、不良の鏡だろ。パパ、今はマッシュヘアが流行りだよ。それちょっと古い。急に冷静に言うのやめて。でもな、レイとメイ、不良っていうのは何も悪いことをするのが不良っていうわけじゃないんだぞ。本当の不良っていうのは男気があるやつ、つまり男らしいやつが本当の不良っていうんだよ。例えば愛する人を守ったり大切な仲間を守ったりするときだけに力を振るうんだよ。そうなんだ、イケメンっていっぱい種類があるね。勉強勉強。不良イコールイケメンじゃないぞレイ。さあさあドレスに着替えて世界一のお姫様踊りまし。先生、本日もレイとメイのことよろしくお願いします。はい、しっかりお預かりさせていただきます。レイちゃんとメイちゃんはお利口さんですから。レイ、メイ、ママいつも通り夕方以降に迎えに来るからみんなと喧嘩せず仲良くするのよ。まあまあお金なくて万引きとかしちゃダメだよ。レイ我慢するから。ミルクいらない。絶対不良番組見た影響よね。ほんとレイとメイはもうちょっと子供っぽいのに興味持ってくれたらいいのに。皆さんおはようございます。今日は近くにある違う保育園に遊びに行こうかなと思ってます。保育園は全国にたくさんあるからみんなのお友達も全国にいっぱいいるのよ。サトシ、他の保育園に舐められないようにしっかり挨拶しねえとな。ダメだよ、喧嘩は良くないよ。暴力じゃ何にも解決しないんだよ。はぁ、サトシはアマちゃんだな。そんなんじゃ俺たちひまわり保育園みんなが舐められちまうぞ。やっぱりサトシくんかっこいい。まだサトシくんのバナナは熟してないから食べ頃じゃないわね。それじゃあみんな移動するよ。まあサトシくん偉いわね。先頭を立ってちゃんとみんなを案内してくれてるの。みんなここちょっと坂だからゆっくり登っていいよ。サトシくん心配して。ち、気づかなかったか、クソ。ちょっと赤ちゃん組追いつけるわけないでしょ。さあみんな着いたわよ。今日お邪魔させていただくところはアヒル保育園です。お邪魔します。こちらがアヒル保育園の先生のカリン先生だよ。みんな挨拶して。カリン先生こんにちは。こんにちは。ある、みんな毎月ちゃんと授業料払ってる？あるか。なんかすぐお金の話してる。すまない。あるね、お花屋さんの方の兼業が難しくて今日はちょっとお手伝いしてある。もう姉さんたら勢いで保育園なんか作るからそうなるのよ。じゃあみんなアヒル保育園の生徒のみんなと仲良く遊びましょう。いやーほんと助かった。あるよ、私一人じゃ子供たちの相手なんて無理。ある、当たり前でしょ。姉さんは私たちより行動力はあるけどいつもポンポンいろんなお店建てちゃうんだから。商売が私の一番の生きがいあるからね。もう姉さんたら。ま、私たちは子供が好きだから別にいいけど。サトシくん、いろんなのがあるね。どれで遊ぶ？おい、なんだお前ら、どこ保育園だ？
はじめまして、ひまわり保育園から来ました。ひまわり保育園知らねえな。俺たちアヒル保育園の本部にずかずか入ってくるなんてやるじゃねえか。なあこいつらやっちまおうぜ。待って待って、喧嘩しに来たんじゃないよ。みんなと遊びたいから来たんだよ。遊びたいなんて誰が決めたんだよ。俺たち聞いてねえぞ。長谷部、こいつやっちまっていい？まあ待てよ、落ち着け。なんかあの人声渋いよ。いてててて、何するんだ。別にひまわり保育園バカにしてたから殴っただけ。ダメだよリツオ、そんなことしたら。サトシ言っただろ、舐められたら終わりなんだよ。俺たちも仕掛けんぞ。言っとくけど、お前らからやってきたんだからな、文句言うなよ。上等だお前ら、ボコボコにしてやる。あの人めっちゃ怖い。オラオラ、どうした、かかってこい。来るな。カメラ目線、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 カメラ目線。なんだお前、近寄るな。無理、タイプだから近寄っちゃう。あとそのパンチ全然当たらない。ヒュン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 。どうしよう、喧嘩始まっちゃった。サトシ君、私たちどこか逃げよう。でも友達が怪我をするところ見過ごせないよ。サトシ君やっぱりイケメンだ。こうなったら僕も力ずくで止めるしかない。行ってくるよ。サトシ君危ないよ、怪我しちゃうよ。おう、サトシ来てくれたか。早くこいつらやっちまおうぜ。あの、喧嘩はやめてください。痛いだけでみんな誰も笑顔になれません。ああ何言ってやがる。痛いのが当たり前なんだよ。それにこの痛みが俺たちを強くしてくれんだよ。この人子供じゃない。どうしよう、このままじゃサトシ君が怪我しちゃう。はあ、うん、眠くなってきた。はあ、みんなお昼寝しないの？ほんとだ、お昼寝の時間だ。だからなんか体動かなかったんだ。お昼寝は大事だ。言われてみれば眠くなってきた。え、嘘でしょ？なんでみんなそんな急に？あら、お昼寝の時間伝えに来ようと思ったけど、みんなちゃんと仲良くお昼寝してたのね。みんな睡魔には勝てないんだ。よし、今だ。サトシ君一緒に寝ようって言え。早く頑張れ、レイ。さ、サトシ君一緒に寝よう。なんか僕眠くないから遊んどくね。眠くなれや。よし、お前らよく集まった。赤ちゃん隊初代総長佐藤芽衣、今日もイケメン遊んぞ。後に桜町の赤ちゃん界隈ではかなり有名になるメイちゃんなのでした。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。ツイッターもやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。